アンドレア・ロドビコでアダミッチは、イタリア・トリエステ出身の元レーシングドライバーである。1968年1月1日に、F1 世界選手権に、デビュー、36戦に出走して6ポイントを獲得した。1971年ドイツ GP でマーチを、ドライブスルでアダミッチアルファロメオ 33TT12 をドライブスルでアダミッチ1965年に、 イタリア F3 チャンピオンに輝く。同じ年にアルファロメオのワークスチームアウトデルタに加入。1966年にヨーロッパツーリングカー選手権チャンピオンを獲得。1968年南アフリカ GP にフェラーリから F1 デビューするがオイルに乗ってスピンしてリタイアする。この年はフルシーズン参戦が予定されていたが非選手権、レース、 レースオブチャンピオンズの予選中の事故で首を負傷したため南アフリカ GP のみの出走になった。シーズン後半に行われたアメリカ F2 トーナメントで優勝する。1969年にアウトデルタに再加入。1970年にアルファロメオ V8 エンジンを搭載したマクラーレンで F1 に復帰。翌1971年は同じくアルファロメオの エンジンを乗せたマーチからフル参戦する。1972年でアダミッチはスポンサーを持ち込んでサーティースに加入。ハラマサーキットで行われたスペイン GP で4位。翌1973年スポンサー込みでブラバムに移籍。ベルギー GP で4位入賞するが、イギリス GP の2周目にジョディン・シェクターが引き起こした多重事故に巻き込まれ、左足。 右足首の骨を折る重傷を負い、で、アドミッチの F1 キャリアは終わりを告げた。1974年限りで引退後はイタリアで、モータースポーツジャーナリスト、イタリア一のスポーツ番組、グランプリのコメンテーターとして活動、アルファロメオのレースカーを製造する、N テクノロジーの副社長も務める。ありがとうございます。